7月8日、時刻は午前2時14分を過ぎたところです。こんばんは、ピヌさんです。こんな土深夜にアタック25がやりたくなったのでやっていきます。よろしくお願いします。パーティーモードからスタートしていきましょう。一人プレイのお任せ。67歳漫画家、いいでしょう。こんにちは、パネルクイズアタック25、司会の児玉清です。問題を差し上げます、沢木美香子です。今日もイタリアのベネチア、フィレンツェ、ローマの3都市とフランス、パリ、10日間の旅を目指して頑張ってください。はい、いつものようにオープニングクイズはある動物の名前をお当ていただきます。お分かりになったところでどしどしお押しください。ペナルティはありません。どうぞ。動物、ダチョウか、イノシシか、草食。その通り。イノシシ、イノシシ草食なの。まさにその通り。皆さんと一緒に確認してみたいと思います。なんとなく雑食のイメージがあったな。夜行性。ああ、確かに。まああんま写真が良くないような気もするけど。青の方が正解しましたので13番に青が灯って、今週のアタック25は青でスタートいたします。うん、それではこの問題から参りましょう。沢木さん、よろしく。はい。サッカーの試合で PK 戦が行われる場合、それぞれ両チームから5人の選手が選ばれますが、最も早く勝負がつくのは赤。3人かな。そんなに少なくないんです。6。何人蹴った後でしょうか。じゃあ6だね。3人で参ります。問題よろしく。3回目だからね。そうだね。兵庫県の豊岡市には国の特別天然記念物のある鳥を自然に返す試みをしている公園があります。なんだ、トキ。青。コウノトリ。その通り。へー。さあ続けて青の方、答えていただきました。何番。18番。18番に青が灯ります。赤の方、あと1問のご辛抱。うん、まだ余裕ありますよね。悔しさや怒りをじっとこらえる様子を唇を噛むと言いますが、後悔しても及ばないことは何を噛むというでしょう。なんだろう。その通り。ほぞを噛む。赤の方、お戻り。そして、うわ、確かに漫画家っぽい。青の方、さあ何番。23番。23番に青が。青が強いな。4人揃ってまいります。問題よろしく。登山家として自ら登った全国の山の歴史や風土を綴った名著、日本百。赤。深田久弥。その通り。おお、早かったな。赤の方、何番。まあでもここで取ってもな、あんまりなんだよな。12番に赤が入ります。あんまり旨味がないよね。参ります。この問題です。どうぞ。数学の問題です。1から100までの数字をすべて加えるといくつ。白。5022。あ、そうなんだ。5055。間違えてほしくなかった。あ、5050。白の方、めげないで。さ、他の方も頑張る。この問題どうぞ。自動車などで欠陥のある製品。リコール。赤。その通り。何番。
まあしかし旨味がないんだよな。24に、まあ14だろうな。14番、番組構成上。14番いった。13番の青が赤に変わります。壁際取んないとな。ここで今回ご視聴の皆さん、意味ないんだよな。申し上げます。赤の席は大阪府からお越しの漫画家の方でございます。手塚治虫先生に会ったことがあります。緑の席は徳島県からお越しの会社員の方でございます。白の席は神奈川県からお越しの主婦の方でございます。そして最後の青のお席は山口県からお越しの主婦の方でございます。以上の皆さんです。青が一番強敵っぽいんだけど、緑と白がまだ分かんないですね。不気味ですね。 CM は飛ばしましょう。白の方、あと一問のご辛抱。この問題です。どうぞ。今からお見せするのは何でしょう。分かったところでお答えください。俺この問題取ってもうまみないんだよな。でもないね、多分うまみないよね、数字的な意味でね。なんでしょうね。緑、いやでも黒いな。黒いのが本体だと馬かな。馬、牛、なんだ、イノシシ。緑。結構白の方、イノシシが。そして、皆さんイノシシ2問出たよ。答え、してみたいと思います。なんかすげえトリッキーな回だな。そんなことある？何番？11番。まあいいところですね。緑が止まります。いいところだ、うん。はい、4人揃いました。この問題でどうぞ。今からお見せする漢字は何でしょう。漢字、漢字クイズ。そ、押すか。赤、そでしょ、そ。その通り。いやしかしさ、旨味がないんだよ。一緒に確認してみたいと思います。赤の方、何番？旨味ないよな。24か22でしょ。これだって青にチャンスを与えるもんな。やだな。22番。22番。22番、飛び込んだ。18番の青が赤に変わった。さあ、こういう形でここ取んないと厳しい。参ります。この問題です。どうぞ。今からお聞かせする曲のタイトルは何でしょう。タイトル、分かったところでお答えください。赤い靴履いてた女の子。赤い靴。その通り。よし、このような問題はお得意と見えます。赤の方、何番？いやこれ一応24番なんだけど、これで青と白が角に入る権利持っちゃったから。24番。24番、不利なんだよな展開が。23番の青が赤に変わります。では次の問題です。どうぞ。科学の実験に用いるガラス製の容器で、枝付き、平底。赤、フラスコかな。
その通り。そうだね、今一瞬 B カート悩んだ。さあ何番。これ角入れんの？入れないよね。そういうことか。じゃあ16番。いやー、16番。16番に赤が点灯いたしました。展開が不利だよ。次はこの問題です。どうぞ。お正月最初に行う茶事、茶の湯の集いを一般に何と言うでしょう。なんて言うんすかね。押してもいいけど怖いな。押さない。どなたも初釜ならない。少し難しかったか。確かに。さあ気を取り直してまいりましょう。問題よろしく。知っているのに知らないふりをすることを白を切ると言いますが、歯切れがよく鋭い口調で相手を圧倒するようにまくし立てることを。短歌かな。唇、短歌じゃないですか。その通り。赤の方何番。いやまあ6番なんだけど、いや不利なんだって。もう6番に入った。11番の緑が赤に変わった。次何、どこに入ればいいんだろう。です。どうぞ。仮に答えたら。ノルウェー、スウェーデン、フィンランド。北欧。この3つの北欧の国の中で最も面積が赤。ノルウェー。ああ、フィンランドか。スウェーデン。あ、スウェーデンか。まずいぞ。でこの問題どうぞ。テレビ的にはいい展開だね。刃物の刃の長さのことを一般に何と言うでしょう。刃渡り。緑。結構。緑の方何番。21番。1番。おー、1番。飛び込んだ。はい、最初の方に飛び込んだのは緑の方、赤の方、あと一問のご辛抱。いやもう逆転されるよ展開が。利益が上がって採算が取れることを、ある道具の名を使って何が合う。青。なんだろう。その通り。3番が合う。赤の方お戻り。21番。青の方さあ何番。21番。まあでしょうね。21番。まあでも残ったな。さあ角に入られたわけですが、どういうことになるのか。悪くないか。4人揃ってまいります。問題よろしく。近代日本の教養主義に大きな役割を果たしてきた岩波文庫が創刊されたのは明治、大正、昭和のうちいつでしょう。わからん。大正かな。山間だとお答え出ませんでした。昭和か、意外と最近だった。参ります。この問題です。危ねえ。太陽系の9個の惑星の中で、その衛星にジュリエット、オフィリア。わかな。木星か。天王星。その通り。結構。この問題がお分かりになるとは素晴らしい。緑の方何番。8番。8番に緑が止まります。さあ問題です。どうぞ。答えたいな。江戸時代、座敷八景、雪中相合傘などの作品を残し、独自の美人画様式を確立。錦絵の創始者と言われる浮世絵師は誰でしょう。流れろ。勝負してもよかったと思うけど、歌丸。うわ、いった。北斎。結構。あー、これは無理でしたね。25番。25番でしょうね。25番に入った。まずいな。角をものにされました。まずいぞ。問題参ります。佐々木さんどうぞ。はい。国連では各国の国旗の縦横の比率を定めています。何対何でしょう。
16対9。青。結構。青の方。さあ何番？3番。青の無双が始まった。問題参ります。佐々木さんどうぞ。はい。川の三角州のことを、その形があるギリシャ文字の大文字に似ていることから何というでしょう。今押してもよかったか。デルタ地帯ね。うん、そうだね。その通り。選択肢見ると分かるんだけどな。何番？2番。2番。いいところ入ったな。白が点灯いたしました。では次の問題です。どうぞ。原産地は北アメリカでありながらトルコと名が付き、林道家でありながら別の花の名がついている花は何でしょう。トルコキキョウ。赤。その通り。よくご存知でいらっしゃいます。まあ勘ですよね。さあ何番。いや何番に入れんのって話でしょ。4番。4番しかないんだ。4番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 飛び込んだ。いやもうチャンスだよな。1番。赤に変わります。緑チャンスだな。さあ角に飛び込むのはどなたなのか楽しみでございます。うん、大事な問題になります。佐々木さんどうぞ。はい。1910年、結核菌やコレラ菌を発見した。白。パスツール。その通り。あ、違ったわ。パスツール、あれか、腸内細菌かな。白の方、何番。これ分かんなかったな。5番。5番。いや、俺も劣勢も劣勢。その思惑通りになるのか。さあ問題です。どうぞ。オーストラリア大陸の先住民族を何と。赤。アボリジニ。その通り。他の方も押されたんですが、赤の方早かった。入るところないでしょ。でもどこ。9、7、17、19。どこ入ったらいいんだろう。わからんな。9番。9番。9番に赤が入ります。さあアタックチャンスが来てもな、なんか微妙だよな。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに突入する可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。微妙だね。第一次世界大戦後に開かれたパリ講和会議に出席したイギリスの首相は誰だったでしょう。誰なんでしょうね。押したらわかるかもしれない。選択肢で。お答え出ませんでした。問題参ります。佐々木さんどうぞ。はい。マグロなどを釣るときに用いる漁具で、ハエナワ。幹縄に。赤。その通り。結構。いやー、しかしどこ入るよ。7、10、18か。17番。ごめん、17ね。いった。次も19しかないでしょ。青が赤に変わった。ということで全員でアタックチャンスを迎えます。それでは参りましょう。大事な大事なアタックチャンス。アタックチャンス取ったとしても難しいよな。なんか白と緑青はアタックチャンスで角取って勝負いけるけど、それでは参りましょう。俺は一体何をしたらいいんだろうな。アタックチャンス。エジプトの南はスーダン。では西で国境を接する国はどこでしょう。赤。リビアかな。その通り。結構。お答えいただいたリビアで結構です。さあ見事にアタックチャンスをものにされました。
どういう作戦で来るのか、まずは何番。いや、作戦も何もないんだよな。21かな。いや、無理か。あ、まずは何番ってそういうことね。はい、19番。19番、いった。そしてアタックチャンスの狙い目は、まあ21がバランスいいと思うな。21番。21番。さあ、どういうことになるんでしょうか。本当よ、アタックチャンス後の問題が大事です。この問題です。どうぞ。1614年、大阪冬の陣に徳川家康が本陣を置き、翌年の夏の陣では真田幸村が戦死したのは、赤、あ、山の名前、茶臼山じゃない。その通り。よし、結構。赤の方、さあ何番。え、21番。21番。21番、飛び込んだ。赤の方、これで8枚リードした。はい、他の方も頑張って。リードしてるけどさ、微妙だな戦いが。ゴルフで標準的な18ホールのコースを自分の年齢と同じか、それ。ああ、これ何でしたっけ。エイジシュート。その通り。赤の方、さあ何番。何番取れるんですか。7。何番取ったらいいんすか、これ。白。ああ、まあ、20とか10でしょうね、取るんであれば。20番。20番。20番に赤が入ります。いや、まあ、15番でもよ、いや、難しいな。わかるな。赤の方、頑張ってください。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ、問題です。英語で太平洋のことをパシフィックオーシャンと言います。では大西洋のこと、白、大西洋はアトランティックオーシャンなんだ。その通り。白の方、あ、でも白消してるから大丈夫だ。15番。最小限最小限。9番の赤が白に変わります。ということで残りは2枚。問題参ります。佐々木さん、どうぞ。はい。忠犬ハチ公の銅像は JR 渋谷駅前の他にもう一つあります。わからん。ハチ公の生まれ故郷秋田県の JR の何という駅の前にあるでしょう。これ秋田県の人はすぐわかるんだろうな。大曲がり。緑。大館。結構。何番。緑何番。7番。7番に緑が止まります。いや、飛び込んでも声に元気がない。これ俺逃げたか。ご覧ください。いや、わからんな。10番に赤が入ると、赤の方15枚で赤の勝ち。はい。10番に青が入ると赤の方9枚、青の方9枚で同点決勝。さあ、最後の答えはどなたか。参ります。この問題、ディキシーランドジャズの発祥地として知られるルイジアナ州南東部にある都市はどこ。緑、ニューオリンズ。その通り。これで緑の方、逃げ切ったのか。10番。逃げ切ったね。お分かりのように11枚のパネルをお取りになりました。赤の方、ローマ、フィレンツェ、ベニス、そしてパリの旅の挑戦権獲得、おめでとうございます。いやー、でもこのパネルの残り方ちょっと難しそうだな。いや、かなり白氷でしたね。554、私が11、はい、おめでとうございました。せっかく優勝されたのですから、ローマ、フィレンツェ、ベニス、そしてパリの旅行にいらしていただきたいと思います。今日は
ある国の名前をお当ていただきます。国、はい、ということでお取りになりました11枚のパネルを抜いてください。国ってことはまあ単純に200分の1ですよね。ざっくり。おお。さあ赤の方、ベニス、フィレンツェ、ローマ、パリへ行けるのか。 VTR スタート。先進国だな。あー CM。 沢木さん、 VTR スタート。イギリス、いやフランスかもしれない。エスカルゴ、フランス、凱旋門だ。その国とは。よし、問題めっちゃ簡単で助かったわ。もう楽勝でしたね。いやかなり辛かったですよ私は。それでは残りのパネルを抜いて答えを確認してみたいと思います。どういう問題文だったんでしょうね。ヨーロッパの大国フランスはセーヌ川が流れているパリがあって、なんとか宮殿が観光名所となっています。エスカルゴなどフランス料理も充実しており、こういう古代の建築も残っております。凱旋門が象徴的な国はどこでしょう。フランス、お見事。それにしても邪魔なパネルもなく余裕のお答えでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ベネチア、フィレンツェ、ローマとパリの旅をお楽しみください。ローマ、フィレンツェ、ベニス、パリの旅行を獲得したことをお伝えしてさようなら。どうも。いやまあでもきつかったですけどね。運が良かったのはあったな。問題簡単だったと思う、比較的。はい、時刻はね7月8日時刻午前2時42分を回ったところですけども、深夜のアタック25やってきましたが、なんとかギリギリ勝てました。よかったです。今からね一生懸命動画編集して、翌、いや7月8日のうちにね上げれるように手配しますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回もどこかの動画でよろしくお願いします。また会いましょう。それでは。